してなかったら多分こうなんやろうな。で、歌手しててもそうかな、うん、まあ誰かしらあることかな、思うことやな、うん、めっちゃ寝る。なんかまあまあそんな感じのようなこと、怠け、怠けてる、怠けてないよ怠けてないよな、怠けてないよ。香り結構そうな言うてる時ある。インドア、これいいか、うん、正解、家が好き、そう、家好き、うん、部屋が好き、はい、置いた、はい、こんな感じ、ね、ビンゴになりかけてます。まあなりかけっちゃなりかけやんな、うんうんうん、なりかけっちゃなりかけやんな、いや、なりかけっちゃなりかけやけど、なりかけてる、うん、なりかけてる、二つも、うん、頑張ろう、2列、1列だけや、いや、石やもん、あんまや、ほんまや、2列や。何やろう、ないもんな、香りないの、うん、ちょっとはあるけど、うん、ちょっとはある、ちょっとはあると思う、うん、頑張ってるけど、それはもう自然にあつこさんは身についてる、自然にっていうか、これとかね、こういうのとかも全部身に勝手に、勝手についてるの、勝手に、これはもう勝手なんでしょうね、自然に出てるもんね、自然に出てんの、オーラ、うん、オーラがある書いてない、自然にって言うたからない、わあ、なんかヒントいるな、ヒントいるな、もうな、どうしましょう、あのな、アンチが言うたらいいやな、ヒント、はい、何々をめっちゃする、いいじゃん、何々をめっちゃする、うん、うん、何々をめっちゃする、それいつですか、まあしょっちゅう、まあ、会うた時にはね、なんかそう、そんな風な感じ、分かった、うん、最近言われることですよね、私言われてる、言われてますよね、 YouTube の時めっちゃ言われてません、メイク直し絶対そうやと思った、最近めっちゃ言われるんです、言われてる、めっちゃ言われてる、これです、あの人に言われてる、はい、めっちゃポンポンばっかりすんなって言われてる、もうポンポンしてももう一緒やから、残念だから、違うの、ポン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 言われるもん、何何をメイク、いやちょっとマシにする、何するの、私悪いことではないで、もう一回答えられるんですか、私、うん、いいよ、もう悪いことではないな、うん、まあ女子ならではかな、うん、女子あるある、ずっと流してます、うん、しょっちゅう、まあ、しょっちゅうと思う、なんか言うたらなんかそんなんなってめっちゃ何々をめっちゃする、何してんの、何してんの、音で言ってるか、うん、めっちゃする、めっちゃする、四文字なんですね、難しいな、あ、ちっちゃいのが入るんだ、ちっちゃいのが入ってる、めっちゃする、それは人に対してしちゃうのかな、うん、全然全然、自分、うん、悪いことでもない、悪いことでもなーにもない、ただそれをするだけ、うん、
でもいいけど。何？うんふんふん。言い方変えれるね。変えれる？変えれるんですこれ。私が書いたのはふん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 なんですけど、別の言い方するとふん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 。何のあれなんかあの何にもうこれは一つのあつこさんの見た目売りにもなる売りというかみんなが知売りって言うとおかしいかなみんな知ってるけどみんな知ってるしあっちゃんふんふんふんじゃなって言われても全然いい感じこのスキルは高いですよね、うん、やっぱりね。こういう女性っていいですよね。いいな。え？もう男性はやっぱここにこれはめちゃくちゃ喜ぶ。え、喜ぶの？喜びますよね。ああ、わかった。行くで。はい、では最後になるかもしれない。間違ってたら笑うな。うん。行くで。はい。料理上手。ビンゴー。料理大好きでしょ。料理大好き。ビンゴビンゴビンゴ。はい。やったー。これです。ビンゴ。ビンゴなりました。おめでとう。イエイ。イエイイエイ。ということで、はい、はい、お互いのことを書いてみましたけど、私が他に書いたのは、何？決断が早い。ああ確かに。これは私がもう真逆。もうめっちゃ早い。決断が早い。うん、そう。はい。もうあの服選んでる時ももうこれって言ったらもう絶対色違いボクって買ってもう色違いですよ。靴も色違いとかね。ああそうなんや。あるある。これはもう早い。決断が早い。うん、でまあ頼りがいがある。あるかな。あります。なんか安心感がある。頼りがいがある。かった。で、褒め上手。ああそうかな。うん、あの見て。の周りの人そう、うん、褒め上手やなってやっぱり思っちゃうし、多分自分も褒めてもらいたくなっちゃうかな。あの褒められて伸びるタイプ、わかりますね。はい、ね、褒め上手で最後さっき言ってたのは自然に出てるっていうのは大阪弁が可愛い。あ、そう、うん、やっぱりこれはね、あっちゃんの大阪弁聞きたいわっていう感じの声はすごく聞いてます。うん、まさみだ。なんでそこは大阪弁じゃないの。っていうことで私はこれを、はい、私はめっちゃするっていう、うんうんうん、めっちゃする、うん、これもこれもこれは感触をめっちゃする。感触？でもなんかお菓子とか食べてるやん、なんかチョコチョコなんかスイーターとか言って知らんうちに食べてるやろ。知らん食べてんねん、めっちゃ。あつこちゃん、食い食べますとか。いや、あんちゃん、あの、出番前でもめっちゃ食べるもんな。私、出番前食べないとね、歌う前食べないとお腹に力ダメなタイプ。声が出ないタイプなので食べます。あんちゃんも歌う前は一切食べない。私ね、もう2分前とか3分前でも、もしめっちゃお腹空いてたんですよ、うん、食べます。すごいよな、逆にそれはすごい。もちろん、いっぱいやったらもう声出ないんですけど、うんうん、7割ぐらいすごいにはしときたい。マジも絶対あかん。なんかスカスカさないと。あのむっちゃひもうほんまに、うん、めっちゃお腹空いてるときはこれぐらいのお米をキュッて入れて、へーいきます。ステージいきます。もうその辺なんかま、そうそうそう、全然違う。全然違う。うん、あとはレアンか、アンチお風呂早いって言ったけど、お風呂めっちゃ好きやん。長い。お風呂好きやろ。はい、お風呂好きって。はい。お風呂好き。と。うん、でもこれは絶対当たらへんなと思うのを1個ちょっと言っといて、はい、彼氏がおる。おらんけどな。おらんし、ちょっとおらんけど、はい、ちょっと書いてた方がなんかおもろいかな思って。あ、私が勝手にそうそう彼氏おるんって言うて、おらんなって言うてやりたかったのがこれ。なるほどね。それはあと、もう一つは残念ながらこれはもう絶対香りはもう、うん、アンジに対してそうやなと思うのが、はい、甘えんぼ。え、私、うん、甘えん坊や。そうやん、甘えてるやん。甘えてる。うん、てったよ。もうずっとピアスとかつけてるやん。あのすごい可愛いピアスをあのソウル行った時にいっぱい買ってたんやけど、あつこさんそれ可愛いですねとか言ってて、
可愛いですねって言ったらもうな、ちょうだいって、あつこさんちょうだいって聞こえるやん。心の声が聞こえて、ね、もうそこまで読み取ってくれるんですよね、うん、優しい甘えん坊、でもそういうところが香りがめっちゃ可愛いところやから好きやね。好きやね、うん、好きやね。あとはな、何やこれ、白いパラソルが似合うって言ってたやろ。じゃあ、うん、日焼けはしたくないやろ、したくないやろ、うん、あったのできればあったのに、そういうことか。